姿を見いひんと思うたら、あらまあ、こないな場所に言いはったんやね。カルデアのみんなしてあんたはんを探しとるいうに。モテる女っていうんはどないやの？それはそれで面倒やったりしはるん？ああ、そうなん？それよりマスターはん、源氏の大将見いひんかった？見つかったら十中八九大変な目に遭うさかい、案上気ぃつけてや。怖がらせるわけやあらへんけど、まあ返答一つ間違えたらバッサリとかもあるんちゃうかな。怖いわ。牛鬼殺しの鬼言うんは頭ん中どないなっとるんやろ。まあええわ。今日はほれ、菓子やらなんやら送り合う日やろ。みやびやわ、そういうのうち好きやえ。うちもあれこれ用意してみたんやけど、どうやろ、お口に合うやろか。なんや、こうしてると小さい子に菓子あげてるみたいやね。いい子いい子なんて言うたら、それこそ源氏の大将はんみたいやね。うん。なーにそれ、気になりはるん？小僧がどうかなんて知らへんわ。なんやあちこち逃げ回っとるみたいやけど、最後は酔わせてから無理やり縛りつけて口ん中に思いっきり詰め込んでやろうって思てるけどね。そのまま食い殺したらどないなるんやろ。甘い血肉になりはったりするんやろかね。いいわ。それ試してみるのはええかも。ああ。合点がいったわ。もしかしてマスターはんはあれやの？焼いてはるの？鬼よ。うちを独占しようやなんて。とびきり欲深いお方もいたもんやわ。それとも小僧を独占したいんやろか。それならそれで、まあうちはかまへんけど。欲しいもんは奪う、食いたい時に食う、それが鬼やさかい。今はうちはあんたはんに送りたい気持ちよって。あんまり長いしたらあかんね。いつころりと食いたい方に転ぶかわからへんし。それでもあんたはんがええならずーっとここにいてもええんやけど。ま、今日はやめとこか。ほなまたね。あんまり鬼をからかって遊ばんときね。いつかほんまに肉も骨もとろかしてぜーんぶ食ろうてしまうさかい。